ネバーランドプレゼンツ、ネバーランドオンエア。皆さんこんばんは、ネバーランドです。さあ始まりました、第21回目のネバランオンエアです。はい、はい、始まりました、ネバランレディオカッコカリから始まったネバーランドのラジオですが、今回でなんと最終回です。最終回、早い早いけどな。懐かしいもん、ネバランレディオカッコカリって言ったやつね。カッコカリ、ということで無事に YouTube ライブも終わりまして、はい、ね、皆さんね、ゆったりと今あのベッドに座りながら、うん、6人で、特別だね、特別な収録になっちゃった。特別、うん、ね、いいね。初めてのこういう環境じゃない、だってずっと事務所だったりオンラインだったり、うん、そうだね。なんかね、いつもと違って緊張感がないんだよね。事務所だとなんかザやるぞみたいな、そう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 、はい、確かに回りましたって言っていつも力みがちになっちゃって、うん、なかなかうまく話せないんだけどそうだね。そうそう、だからね、なんかベッドに座ってるだけでさ、6人でね、うん、こうやってゆったりと話せてね、なんか楽しいね。ね、すごい楽しいわ。リラックスだね、これこそ。そうだね。マサ大丈夫？寝そうになってます。大丈夫そう。大丈夫そう。大丈夫そう。皆さん、あのラジオですから。はい、はい、寝てるのバレますよ、喋んなかったら。そうだ、もうそうだね、喋ってる。ゴンってないな、ゴンとか何、あ、ゴンってね、寝そうになって、マイクにゴンって。寝そうだったら名指ししますからね。そうです、お願いします。はい、名指しされたように頑張ります。うん、明るくいきますよ、僕。はい、僕たちの思いも話していきますので、最後までお聞きいただけると嬉しいです。はい、では、始めていきましょう。せーの、ネバランオンエア。ネバーランドプレゼンツ、ネバランオンエア。はい、まずは皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。お願いします。では1通目のメールです。ラジオネームネバーランド一生オス様からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ネバーランドの皆さん、ネバーニチュワーン。ネバーニチュワーン。春は出会いと別れの季節ですね。私は職場の仲間が辞めてしまい、一生会えなくなるわけでもないのに寂しくて泣いていました。そこで別れで苦しんでいる時にかけるキュンゼリフ、または励ましの言葉が欲しいです。よろしくお願いします、とのことです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。春だもんね、そういう季節で出会いもあれば別れもあるから全然悲しまなくていいと思うよっていう素直な言葉が僕は出ました。そうだね。じゃあ、まあ今回はまあ一応ネバランオンステージでいただいたやつなんですけど、うん、全員、まあ、特に1位とか決めずにまったりと全員分、まあ、やっていきましょうか。はいはい、はいはい、たまには、ね、お便りのねお題は関係ないんで、もう来たやつをね、はい、僕たち読みましょうっていう回なんで、そうですね、来たやつ全部熱いメッセージだったからね。うんうんうん。じゃあ僕からやっていいですか。お願いします。はい、はい、思いついたんでいきます。場所は変わってもずっと心は一緒だよ。いいね、めっちゃいい、めっちゃいい。まさなみまさなみ、心は一緒っていうのがいいよね、やっぱり。まああるあるだけどね。うん、トントンっていけるか。じゃあ2章いきます。おーい。離れていても僕たちがついてるよ。おー、うまくね、みんな。やばい、緊張する。なんかするよね。よし、じゃあ開けるテーブル、レッツゴー。またねとかバイバイとか悲しく聞こえるけど、それは裏をひっくり返せばまた絶対に会えるための呪文だから、だから絶対別れじゃないし、うん、会えるよ。やば、キランキラン、めっちゃいい。あ、キランキラン、呪文っていうのがちょっとすごいいい、なんかアクセントだった。あ、じゃあ次、ヒデに行きますか。オッケ
別れるのは寂しいけど会えないわけじゃない。またお互い成長してね再会しようよ。それは僕かな。僕のネバラン。あれ演劇のあれ誰だっけ。あれそれ今一生懸命ニシシじゃん。なるほどね。それ一生懸命探したんだよ。はい探しました。一切それ俺思いつかなかったわ。いやこれは多分誰も思いつかないなと思ったんで、まあ、ちょっと悔しい。じゃあ秋はい大丈夫 LINE 一つで会える時代だからすぐに会えばいいよ。もう引くんではないな。LINE CM? 一つで会える時代。リアルなアドバイスみたいな。アドバイスみたいな。ちょっと、うん、もうこれもまた一挙。いい感じ。なるほど。じゃあ鳥、大鳥は武宏。俺最初に言ってよ。嘘。何ないよ。なんかチャラッと言っちゃって、チャラッと。え、ちょろっと言ってた。え、あれで、あれで終わろうとしてる？あもしかして。ダメだよ。ダメだよ。ダメだよ。エコーかけてもらわないと。考えて。まあ、まあ、男らしくいけ。じゃあ、いきまーす。いやー、この悲しみはね、誰だって一度は来るんだけど、悲しんでる時ほど成長するし、悲しむぐらいその人のこと好きっていう証拠だから絶対すぐに会えるよ。きたー。ういーなんかきたって本人は言ってますけども、いいんじゃないですか。キュンしますよ。まあいいんじゃない、いいんじゃない。あ、すごい、うん、まっすぐな師匠いた。思いが伝わるよね。素直な気持ちいいですね。はい、それでは、もう一ついきましょう。お願いします。はい、ラジオネームいろいろ驚いているゆっぴー様からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ビックラポン、ビックラポン。はい、ネバーランドの皆さん、ネバニチワ、ネバニチワ。お久しぶりです。お久しぶりです。今回ラジオ最終回、そして4人の卒業を兼ねて最後に愛を伝えたいと思い投稿させていただきます。ありがとうございます。新たな旅立ちを迎える皆さんに、この21回ラジオをやった中で思い出に残っている場面はありますか？私はだいぶ初期になりますが、〇〇王を決める回がとても面白かったです、うん、これからそれぞれの道を歩んでも私は心から応援しています。大好きです。以上。なるほど、ありがとうございます。まっすぐな言葉刺さるね、すごい嬉しい、ありがとうございます。ゆっぴーさん、ありがとうございます、うん。そっか、思い出に残ってるね、場面だもんね。そうだね、はい、ラジオで、うん、何々王もねやっぱ面白かったんだけどね。俺はやっぱそのマジカルネバーランドだっけ、うんうんうん、が面白かったりとか、やっぱそのニシシがね出た回がそうだね一番インパクトあるかな。お気に入りだね、うん、あれはやばいね、うん、結構共通なんじゃないみんな、うん、うん、確かに。あとヒデがねキュンゼリフうまいとか、うん、毎回しびれさせてもらってるでござる、うん、ござる。まあそんな中でも僕はやっぱ公開収録がね思い出に残った。あそんなんじゃ切りないじゃんもう。絶対それだもん。あれよかったな。うん、皆さんの目の前でね、ラジオだから普通は声だけなんだけどね、動きありきでね、うん、ありきで楽しかったね。楽しかった。うん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 、そんな感じかな。他なんか、あ、じゃあ、あきらくんは？うん、僕はその裏側だけどやっぱりね、第1回目のさ、もうみんなさ慣れない状態での台本を読みながらさ、うん、ラジオ録音してるのがすごい思い出に残ってるなと思って、うん、最初みんなネバランレディオかっこ仮っていうタイトルで始まったじゃない、うん、そうだね、懐かしい。 それも言えなかったし、バラバラでね。そうね、確かに。せーのって言ってんのにネバランネバランネバランどこに行くよ。そうそう、せーのからの間がむずい。確かにとかさ、だともう一発撮りでできるじゃん、もう21回目になってるからさ。 うん、だからそういったね、第1回目って新鮮で緊張したけど、うん、いい記憶に残ってるなって思います、うん、いい記憶に残ってる。できるかなって思ってたもん最初。確かに不安だったよね、うんうん、そうそう。なんか録音終わった後もさ、これで本当にいいのかなって感じだった。確かに、うん、どうなるんだろうこれがって。スタッフさんもまあ OK でしょうみたいな感じだったからさ、うんうん、そうね、でもそっからさ、そういう反応をいただいてから、うん、あ、もっと面白くしていかなきゃなって、殻を破んなきゃなと思って、うん、そうだね、うん、ね、いや、そう、士気が上がったからさ、うんね、今すごい楽しんでね、話すことができてね、うん、幸せだよね。幸せした、本当にした。第8回ぐらいから
あの片言でさ喋るようになっちゃってさ台本を見て、うん、なんかそう逆にこうちゃんとこう台本通りにいかないといけないっていうのが なったけど、そっから10まあ何回かな2桁ぐらい、うん、行った時ぐらいにやっぱりそのこういかにさ形じゃなくて、うん、ニュアンス言葉の意味を伝えてこう片言じゃなくね、うん、やるか自然に話すかっていうのが、ね、課題になってきて、でそれもね今回のあの先日やった YouTube ライブとかでも、うん、やっぱり多分それ影響してたと思う。そうだね、喋り上手くなってたし、うんうん、よかったです、うん、何回ももっと感情入れてって言われたな。あ言われてたねマイクに乗せてとかね。そう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 、うん、言葉に感情が乗りにくい人間なんですよね。あっていうこともありましたね。難しい、うん、いろいろあったね、うん、ありましたね、うんうん。じゃあもう一通ね、紹介したいなって思います。お願いします。ラジオネームネバラン大好きなオタク彩香さんからいただきました。ありがとうございます。大好きなネバランと運営さんへ、ネバニチワ、ネバニチワ。私はネバランを好きになって本当に毎日が楽しくて充実した日々を過ごしています。みんなと出会えたこと本当に感謝しています。みんなが今まで歩んできた道のおかげで私はみんなと出会うことができて、好きになることができました。一つでも一人でも違う道を歩んでいたら私はネバランを知ることはなかったし好きになれることはなかったんじゃないかなって思います。そう思ったらみんなの今までの人生に感謝をしたいし、巡り合わせてくれたこの奇跡に感謝したいです。簡単な道のりばかりではなかったと思うけど、ここまでみんなで歩んできてくれてありがとう。みんなの人生の一部に立ち会えて応援できて幸せでした。今までにも今後にもこんなに好きになれるグループはいないんじゃないかなって思います。最初は別界隈にいた私なのでうまくやっていけるかずっと不安を抱えながら突然この界隈に降り立ってきましたが、優しくて温かいメンバーとそのファンフェアリーのおかげでそんな不安は全部なくなって楽しく応援できました、うん。それも全部ネバランがこの6人だったからだと思います。こんなに夢中にさせてくれたネバランのことが大好きだし、今後もそれぞれの道に進むと思うけど、全部応援したいです。今までもこれからもずっとずっと大好きですとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。私も大好きです。ありがとうございます。写真もね、貼っていただいて、ああ、そう、されてる。ああ、ライブの時も、はい、撮っていいような写真です。撮っていいよねあ、そうかそうか、じゃないとおかしいけどいや、まあ僕たちもね、本当になんだろう、巡り合わせて、うん、いただいた、ね、いただいたご縁っていうのは本当に素晴らしいもんですね。はい、もんですね。もう一つなんだから、一人でもずれてたらって考えたら、うんうん、その例えばもう、うん、他の道に進むってなってたらもうこの6人で集まることはなかったし、うん、そうだね、こうやってフェアリーとも出会うこともなかったから、うん、この6人っていう形で今のその応援してくれてるフェアリーに出会えたってことが、いや、なんかすごい縁ってすごいなって思いました、うん、ね。フェアリーの皆さんもあなたたちだからこうやってずっと活動楽しくできて、うん、来られたから本当に こちらからもありがとうございますの、うん、感謝です。感謝ね、はい、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、素敵なお便りありがとうございました。じゃあもう一ついきましょう。はい、お願いします、はいはい、お願いします。ラジオネーム、いや、たくさんいます。おお、たくさん、豪華ですか。すごい、ちょっとたくさんいすぎて、読む、はい、みんなで読もう。うん、ラジオネーム、こまこまさん、ももさん、ゆきどさん、および他中国フェアリー一同、うん、ちぃさん、おちょこさん、うん、V たけさん、うん、アンヌさん、あいみさん、ゆかりんさん、うん、N さん、まさなみ、まさなみ、ニコニコまさなみ、ニコニコさんあやかさん、りんりんさん、M さんからのお便りです。ありがとうございます。ありがとうございます。フェアリーの皆さんの、すごいな、大集結、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。2021年6月6日に始まったネバランレディオカッコ仮、フェアリーからの公募でネバランオンエアとタイトルを変え、浴衣での生配信や公開収録、年下組や年上組の会、西氏の誕生などさまざまな形で楽しませてくれたこのラジオも最終回を迎えてしまいました。
今日まで楽しい時間を届けてくださったメンバーの皆さん、スタッフさんへ感謝を込めてフェアリーから手紙を送ります。フェアリーからの手紙、はい、じゃあここから読もうか。うん、OK、まあ、いい感じで交代交代で、うん、その次行こうじゃん。お願いします。ネバーランドへありがとう。6人が出会ったのは奇跡でもあり運命でもあったと思います。私たちフェアリーも6人でいてくれたその奇跡に関わることができて幸せでした。すべての瞬間が思い出です。本当にたくさんの元気と笑顔をもらいました。これからもみんなの活動をずっと応援させてください。私もネバーランの曲を聴きながら頑張っていきます。たくさんの夢を見させてもらいました。本当にありがとう。老後まで応援してます。みんなのパフォーマンスや MC が短期間でどんどんパワーアップしていくのでついていくのが大変でした。笑。優しくて努力家な皆さんならそれぞれの道に行ってもきっと輝けるはずです。何があってもフェアリーがそばにいるので安心して自分のやりたい夢に挑戦してください。出会えてよかった。ね、これはなんて読むんですか、あきらくん。リングみたいな。出会えてよかった。リングいきなり自信なくなってこいが。ニンニンメンタイハオロずっとずっとん大あ大好き。あ、なるほど、ね、ありがとうございます。大好きです。スタッフさんへありがとうと書いてあります。うん、フェアリーのことを把握してくれて、細かい配慮をしてくださりアットホームな雰囲気がすごく嬉しかったです。ネバランオンエアが楽しかったのは毎回フェアリーのお便りに目を通して選んでくださる運営さんのおかげです。いつもメンバーだけではなくフェアリーにも寄り添ってくださりありがとうございました。うん、フェアリーのことも大切にしてくださりありがとうございました。うん、ネバーランドのことも誰よりも愛して支えてくださりありがとうございました。いつも私たちフェアリーのためにたくさん動いてくれましたよね。運営さんの頑張りはちゃんと届いていましたよ。フェアリーは運営さんのファンでもあります。運営さんのことも応援しています。ずっとずっと大好きです。さてネバーランドとスタッフさん、そしてフェアリーで作り上げたネバランオンエアもそろそろお別れの時間となってしまいました。素敵な時間をありがとう。今まで本当にお疲れ様でした。ネバーランド大好きです。最後に曲のリクエストは可能ですか。ネバーランドのフォーエバーアンダーデイをお願いしますとのお便りです。ありがとうございます。ありがとうございます。もうフェアリーさんが集結してこのお便りを出してくれたということで、すごい嬉しいですね。うんうん、すごいたくさんいたよ。久しぶりに丸読みみたいななんか流してしたな、うん、読んでくれてありがとう。あ、いい、どうですか、伝わりましたか、うん、皆さんの心に、うん、言葉もいいし文字もいいし、うん、伝わるし、うん、いいね。一つ一つのね言葉に心がこもっててさ、うんうんうん、やっぱりね元気もらえるよね、うん、ね本当に毎回思うんだよね、そのお便りもさ、うんうん、ちゃんと心込めて送ってくれたり、うん、そうなんだっけネーム、うん、お便りのラジオネーム、そうラジオネームでさ笑わせてくれたりとかさ、うん、さ僕たちがさ個人的に元気がない日だったりとかあるわけじゃん、うん、でその日のさラジオでさやっぱりそういった笑わせてくれるっていうのが本当にどれだけ支えになっているかっていうのが本当にわかるし、うんね、今日もねこうやってすごい心のこもった文を送ってくれて僕たち6人すごい幸せです。ありがとうございます。ありがとうございま す, います。何があってもフェアリーがそばにいるので我慢を安心して挑戦してくださいっていう言葉が書いてあったんですけど、うん、逆に何があっても僕たちがそばにいるので安心していろいろに取り組んでください。ありがとうございます。はい、フェアリーの皆さん、たくさんのお便りをありがとうございました。すべて楽しく読ませていただきました。はい、それではここで1曲いきましょう。ネバーランドセカンドシングルよりフォーエバー&アデイ。
割り振らなくて Think about tomorrow。目を見て話せるかな、恥ずかしくて言えなくて、いつもわがままばかり、月が照らすこの気持ち、一人の夜更けに隠した本音を抱いて炭で眠る。消えたい逃げたい忘れたい、近くにいてくれたのに、知らない本当は伝えたい素直な気持ち。あなたにありがとう、愛をくれたこと、この思い変わらない、これからも Forever and a day。 いつか離れても、二度と会えなくても、この胸に咲き誇り、枯れることはないから、もっともっと伝えるありがとう、ずっとずっと届ける大好き。ネバランオンエア。では続きまして次のコーナーです。ネバーランドベストオブ思い出トークパート2。パート2。先日の YouTube ライブでもやらせていただいたのですが、今回のラジオでも思い出トークをしてみたいと思います。はい、今回は、思い出の場所についてお話ししていきます。場所、はい、ね、いろんなところ ね、 場所ね、だからね、はい、では皆さん、あのパッと浮かんだ人から場所の思い出、ベストモードオブ、はい、あのファーストショーケースのあのリキッドルーム、リキッドルーム、うんうん、思い出です。エビスリキッドルーム様、エビスリキッドルーム様もあの思い出です。っていうのも、そのやっぱり最初の、初めて僕たちがネバーランドとして結成して最初のステージ、うん、すごい大きな箱でやらせていただいて、でそれに合わせてすっごいあの部屋の方も来てくれて、うんうん、で1部2部の構成でどっちもすごい楽しくてね。そう、うん、だって懐かしいよ、もうポップダンスパートでポップやったりしてさでブレイクとも同じやつやって、うんうんうん、初めて楽曲も披露してね、うん、そこですわ、僕は思い出の場所、そこね、ベストオブ思い出の場所、いいね。僕はあれですね、例のスタジオがあるんですけど、今はなきスタジオ。なるほどね。ああ、はい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 。待って、俺だけ理解してないの。いや、わかるわかる。まあ、僕たちがそのいつまでだったっけな、4月ぐらいまでじゃん。4月ぐらいかな、うん、まで、はい、ね、一時期ね、行ってたスタジオね。そうそうそう、ずっとあの使ってた、リハーサルで使わせていただいたスタジオがあったんですけど、そこはもう今あのそのスタジオとして使えないんですよ。あ、もうやってなくて、うん、そうだからなんかもう今はそこに行けないけど、なんかそういうとこもあったなっていう、振り返りくことができない、なんかその儚い場所っていうのでちょっとまあいいかなって思って出しました。俺らが成長した場所だ ね、 ね。そうだね、あの防音のさあれあ、壁に防音のついててさ、分かった分かった分かった、耳つけてて、そうそうそう、何も聞こえねえ。タケトが耳近づけて、なんかえ、ここ耳近づけたらなんかすごい無なんだけどとか言って、ふわっめっちゃ驚いてた。建物の奥の方にあるけどさ、窓がないじゃん。そうだからすごい6人もさダンスしてるからさ、鏡がさもう曇っちゃって、そうだね、拭いてたりとかさ、うん、拭いてまた練習してまた曇って拭いてっていう、うん、雨の時もね大変だった、ね、あったね、あのドアをこうめっちゃ開け閉めして換気するんだめちゃめちゃ思い出したそうそう、そこっていうこともあったね、うん、ではあれだな、事務所かな、うん、やっぱりそのラジオがすげえ楽しくて、そっか、なんかいやもちろんね、ライブとかはもう本当に数回しかやってないから、うん、なんかあれだけど、やっぱり21回も、ラジオはもうやってるから、お世話になって、うん、本当なんか普段さこう本当に内容ない会話とか、まあ それこそ仕事の話とかしかしないから、こうなんか本当にプライベートな話っていうのはラジオでしかみんなのこと知らなかったから、うん、あ、こういうことをしてたんだとか、うん、そういうのなんか知れて、でプラスやっぱりフェアリーのやっぱこう要望とかを聞く普通オタのコーナーとか、
まあキュンキュンしたりとか、キュンキュンしたね、うん、そういうのがやっぱできた場所がやっぱ事務所だったから、うん、まあ他のこともね結構事務所ではいろいろやらせてもらって、そうだね、まあそのライブの後に泊まったりさ、いや楽しかった、うん、なんか打ち合わせとかね、うん、もう全部事務所だったから、確かに懐かしいね、うん、装飾してあのライブやったり、そう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 、うん、原点、うん、原点だね、あとCD 詰めてたりね、うん、ああそうだね、僕はね、みんなもしかしたら記憶に残ってるか分かんないんだけど、そんなに、うん、あの本当に初期の初期のニューユニットプロジェクトが爆誕っていうのかな、うん、誕生した日で、ね、その一番さ最初のさお仕事ってさジャケット、はい、アーシャ、うん、アーシャだったじゃん、その白黒バージョンのアナザースカイの衣装かな、うん、とあとなんか個性あるさ個性豊かなさスターティングラインの衣装、うん、あそっち、ね、そうそう、うん、ムービーじゃない方の、うん、アーシャの、うん、撮影の時にさ初めて会ったんだよね、そうだね、仕事の時ね初めて、うん、そうだね、ヒデがロングコート着てた日ね、うん、うあー確かに、だって俺一番覚えてるのがさ、あの実は俺ヒデ君と最初あのエレベーター一緒に乗ってたからね、えそうだっけ、だってずっとさね、スタッフさんとヒデ君が話してて端っこの方で俺がずっと、あれ、スタッフさんなの、メンバーなのって いや誰ってなってたって、おいやめろってお前そのノリも傷つくやろ、唯一覚えてるのはすごい身長高かったから、そうだね、あこれメンバーだなって思ったの、あ本当だったんだ、かっこいいしね、一番覚えてるのがそのなんだっけ、ジャケット撮影、やっぱりさヒデ君からしたらさその残り5人はさあの、まあね、知らない子たちだったじゃん、そうだね、だからずっとさその2階あるんだけどスタジオあったね、階段のずっと1階のところに、うんうんうん、そう1階の椅子に座ってたんだよ、いたで、あとうなぎパイをもらったりとか、あくれたねそうだ持ってったわ持ってった持ってった、つまらないものですがそうだ懐かしい、本当にめちゃめちゃね優しい人入ってきたと思ったのが印象的だったな、ね、確かに、いや優しい人だってね、いや今でも優しいね、でも俺コウキ君覚えてるのは、うん、遅刻してたからね、あそうですね、携帯なくしてなかったっ3回ぐらい話してたから、あの時ってさあのなんか最初なんかそのちょっとみんな紹介したい子がいるからみんなじゃあ集まってって言って、うん、あの初めまして長橋秀樹と申しますみたいな感じだったじゃん、うん、あの時いたっけ、うん、その時いなかった、コウキいなかったよね、あいないんだ俺いなかったそういなくてそのバクタに立ち会えてないんだ、そうロングコートも見れてないでしょ、あそう見てないか、言っちゃえば、そっか見てないわ、だから最初どうやって喋る、なんかそのもうめちゃめちゃ緊張してて、誰がその俺がその顔みんなの顔写真もらってたから、あこのあこの人あこの人だこの人、あこの人いないなみたいなで結局遅刻っていうことです、だからどうやって最初のファーストコンタクト取ったらいいんだろうってすごい考えてた、マジで、なんか充電なくしたなんて携帯を、確かなくした、携帯をなくしたんだよ、なくした、うん、すごい違う忘れて落としてきたのどっ か, あそうか駅か空港か、あ電車に置いてきた、空港、あ空港、うん、空港に落として、うん、そういやそんでもなんかそんな緊張してんの分かんないぐらい、いやもともとヒデはさその人をなんかこう一旦さこう探るというかそういうのがうまいから、うん、そうだから俺はマジで本当にいい人だなと思ってた、ヒデは。あ、思ってた。いや、思ってる。まあ、今もいいんですけど、すごいなんか話しやすい人だなっていう。まあ、もともとみんなは、まあ、してたから、うん、ヒデの印象も良くて、ああ、なんかすごい頑張ろうって、まあ、遅れた分際だけどね。すごい頑張ろうって、まあ、いうのは思った。うんうんうん。確かに。懐かしい。だって10分後ぐらい変顔で写真撮ってたもん一緒に。え、俺も撮ってた一緒に変顔で。撮ってたよね。そうですか。何より覚えてるのはあのスタッフさんがあの写真撮ってたのに、あいいっすねー。あーかっこいいっすねーっていうのをめちゃめちゃ あの思い出に残ってる。本当。ちょっとねあの嬉しいんだけど。あの聞き慣れないから結構ちょっと恥ずかしかった。恥ずかしい。でも結構嬉しかった。確かに。うん、覚えてる。いやあの時でもね、ヒデ君すごく輝いてみたんだよね、うん、輝いてみた、なんか自分たちとやっぱちょっと違うわかる、そう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 、本業じゃんって、
そうそうそう、やってた人じゃん。先輩感があった。あ、確かに。なんか転校生来た感じ。ああ、転校生はそうだね。そう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 。ショックのユースの転校生来て、うわーってなるやつ、ね。みたいな感じだね。ワクワクしてたり、ね。すごい思い出に残ってる場所らしい、うん、記憶だなと思う。うんうんうん、もうみんな言った？いや、綺麗言ってね。まだ、うん。僕はね、まあ、思い出の場所っていう。ベストオブ思い出の場所だから、その違った意味での思い出ってなるの、あのベストオブの思い出は、あの焚き火のあの気温の寒さ、うん、それ俺さ、悩んだろ。あ、そうなの。ファーストショーケースの話してる時には焚き火の山もあったなって思った。いや、焚き火の場所めちゃめちゃ寒かったじゃん。風邪ひきました。風邪ひいたしね。確かに、うん、次の日の練習。そうなんです。 ね、確かに一番北海道で寒さ慣れてんのに、なんで俺風邪ひくねん。夜凍ってたじゃん。何が凍ってたんだっけ。車のそう、あ、バックもだし、うん、脱いだ上着もだし、車のあのあれだよ、ガラスも凍ってたし、フロントガラスとか。それ寒いわ。寒いね。ハイテンション片付けしてたもん。あ、してたね。そうだね。山の中でめちゃくちゃ歌いながら片付けピューさ、歌ってたり騒いだりし、ウェーイとか言って楽しかったね。いや、それは思い出めっちゃ、うん、思い出です。時は俺はね、ファーストシングル出した時の曲たちの最初にレコーディングした場所が一番覚えてる、うん、六本木のとこかな、うんうん、あそこか。うーん、分かった分かった。ヒデくんが途中で電話かけてきたとこだね、ビデオ通話どうっつって。あ、そうそう、あそこが最初だっけ。そう、あそこで、ああ。で、ね、確かその時も、西尾遅れたんですよ。そうだっけ。確かベストオブ遅刻ショーみたいな。やばいやばい。遅れてきて、スターティングライン撮ってて確か、うん、で遅れてきて、一人ずつ最初ワンコーラス先歌ってみようみたいな。うん、でパート終わりを決めましょうってなった時に遅れてきて、でなんか俺たちは渋ってちょっと先行くみたいな感じの時に、こうできて、ね、行きますみたいな感じで入っていって、遅れてきたくせに歌めちゃくちゃ上手かったから、うわもうこいつ歌いたくないなーって一瞬思ってた。俺そん時遅れてる。いや遅れてる、本当に覚えてる覚えてる。怖いわ自分が。え、でもだいぶそういうなんかさ、時間のことはなんかだいぶちょっとなんか遅れなくなったんじゃない。まあ遅れてるけど、うん、それで、うん、焦って、あの歌詞カードとかに譜面にめっちゃ書いてて俺、うん、書いてた。ここもうイントネーションどうしようとかめっちゃ研究を1時間でして、その紙今家にあって、あ、すっごい書いてるやつか。そう、ね、またちょっと SNS かなんか載せますね、うん、ちょっと見せたい、あれは。いいね、あれ、うん、終電ギリギリまでやってたもんね、うん、そうね、確かに。そうだね、そっか、帰れる帰れるって思いながらね、よし帰れる、よし帰ろうって言ってみんなで帰ってくるね。俺一人でラーメン食べ行ったもん、その前に。あー、ちゃんとね。そりゃすごい。喉だ、後期か誰かが電話で脂っこいもん食べた方がいいって。いや、多分ヒデじゃないか。ヒデか、うん、だから一人で六本木行って超信じてる。1000円ぐらいのなんか高いなんか六本ラーメンだ。キラキラしてるラーメン食べて、それ多分脂でない。脂がない、でもなんかもうなんかヘルシーっぽかったけどね。油切ってんのに、なんかカラフルなボール乗ってたもん。ああ、わかる。何それ、六本木すぎ。なんか何だっけ、メンマじゃなくてあギザギザのやつ、ったギザギザのやつ、あ、そう、ナルトがもう丸いボールだったの。すごい、そういうイメージある。なんか今度それ行こう。すごい感じの、はい、おすすめです。ラーメン屋になっちゃった。ちゃっかり思い出のラーメン。ラーメン屋だった。脱線しちゃった。まあね、レコーディング室もね、思い出の一つだよね、うん、そうだね。なんかこういう感じでね、俺もなんか知らなかったというか、だからヒデがね、その俺が遅刻したせいでそのエピソードが知らなかったり、そういうのを聞けて、うん、なんかすごいいいなって思いました。みんな話してくれてありがとうございます。知るのめっちゃ遅いけどな。ただ西尾は遅刻を結構常習犯でしてたっていう。そうですね、なんかそうなっちゃったね。まあマイペースなのはいいことですよ。、はい、ありがとうございます。以上、ネバーランド、ベストオブ思い出トークパート2でした。
さて、僕たちネバーランドは自分の夢、目標に向かってそれぞれの道を歩むことになりました。ここで改めて一人一人皆さんにご挨拶ができればと思います。はいはい、じゃあまあそうですね、まずは名前順かな。名前順、うん、はい、じゃあまず僕からいきますね。はいはい、はい、青木です。僕はですね、ネバーランドはまあ最初、まあ、面談という感じでこうお話しいただいて、まあいくつかこう事務所さんから声かけてもらった中で、なんかちょっとまあ気楽な感じで行こうかなみたいな感じで行ったんですね。でそしたらなんかまあ仲いいグループの LINE があって、その中で後期が今新宿いる人みたいな来てて LINE で、それであれもしかしてって思って、で同じそのまあ事務所の面談受けててっていうのが始まりで、でそこからまあ後期で、あとまあ秋人とか秋谷くんとか、まあ秀くんもだけど、そこにまあ行くことになって、で竹は僕がこう誘ったんですけど、っていう中でまあやっぱそれぞれこうなんだろう、出会い方とかこうなんでここに入ったのとかが全然こう違うメンバーなんですけど、まあそんな中で6人集まって、で、まあ、一緒にやっていく中でどん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 やっぱ絆が深まっていって、お泊まりライブしたりとかもしたし、一緒に、まあ、めっちゃ、長い時間レコーディングしたりとか、他のメンバーがしてる間もずっとずっと自分も終わってるのに遅くまで待ってたりとかして、そんなすごいめちゃくちゃ仲がいいメンバーなんですね。なんでまあこれから他の道にそれぞれ行ったりするんですけど、それぞれのことを頑張って、で近況報告もし合ったりとか、もちろん運営さんもですけど一緒にしていって、まあ高め合っていけたらなって思っています。でフェアリーの皆さん、まあ、本当に、初期の頃から推してくださっている方、途中から僕たちのことを知って応援しようって思ってくれた皆さん、本当にありがとうございます。あなたたち、そのフェアリーの皆さんがいてくれたおかげで、僕たちはこうやってもう今日までこうネバーランドとして6人集まって活動できています。そしてこうやって皆さんにエンターテインメントを届けることができています。なんでもう本当に僕たち6人、運営さん合わせてすごく感謝してます。これからもぜひ、僕たち全員を応援していただけると本当にありがたいです。そして僕これからまあネバーランドは卒業という形を取らせていただいたんですけど、もう僕自身ダンサーの道という、もうずっと小さい時からこう憧れていたというよりも、もう本当にこうなんだろうな、まあ憧れながらもそれがもうその、業界すらなかった状態で、ちっちゃい時とかはもうなんか叶わないんじゃないかなって半分以上思ってたことが今現実でこう叶おうとしているので、そちらをもうめちゃくちゃ頑張りたいなって思っているところです。なんで、今までまあちょっといろいろやっていたんですけど、ものすごく集中して、いろんな方向からアプローチかけてみたりとかして、皆さんの目の前にまた現れるようにお会いできるように、イベントとかもなんか開けたらいいなとかも考えたりとかいろいろしているので、ぜひぜひ、僕のことも応援してもらえたら嬉しいですっていう感じです。なんで頑張っていきます。ありがとうございます。ありがとう。はい、じゃあ僕岡田武宏から挨拶します。マサが言った通り、最初はちょっと違う事務所の方にからも声をおかけしていただいてて、そっちとかに行こうかなって悩んでる時に連絡来てたのはしてたんですけど、違うとこに行ってたのであんまり目を置いてなかったんですけど、やっぱそのメンバーとかも大切だなっていう風に悩んでた時期に、このメンバーっていうのを聞いて、まさから連絡来て、ネバーランドに加入をしたんですけど、悔いは一切ありません。本当に幸せな活動期間で2年間本当に毎日幸せでした。はい。ちょっと結構堅苦しいようなこんな話じゃなくて、僕はもっと前向きな話をします。僕ちょっとやりたいことがたくさんあったり、好奇心あれでこれもやりたいあれもやりたいってすぐ
思っちゃうタイプの人間なんですけど、やるって決めたからには本気でやりたいっていうのがあって、これからはちょっとやりたいことが、そのモデルの活動もやりたいですし、ダンスも真剣に取り組んでいきたいっていうこの二つを真剣に取り組んでいって、皆さんにいい報告が一日でも早くできるように日々頑張りたいと思っています。これからは、そのダンスが、ブレイクダンスがオリンピック競技になったりしてて、ダンスのシーンが盛り上がると思っていますので、そちらのシーンで活躍できるようなダンサーと一表現者として頑張っていきたいと思います。これが僕のやりたいことというか、今後の目標なんですけど、次はフェアリーに対しての今までのことを言いたくて、ここにいる6人、僕を含めた6人は、僕がこのネバランドに加入した時のようにいろんな道があっていろんな選択が絶対にできた時期もあったんですけど、その選択をうまく選択してこの6人が地方から北海道や大阪や僕愛知ですし、静岡とかから東京に集まって一緒に音楽を6人でやれたっていうことが本当に奇跡だなって思ってて、やっぱり僕は東京で音楽をやれてるっていうことがすごく嬉しくて、ピアノを家で練習してる時もなんかそのマインドが下がらなかったっていうのはこの6人のおかげだと、スタッフさんも全てフェアリーの皆さんの応援もあるおかげで、こういう奇跡が重なっちゃう状態をフェアリーにずっと見せれて、それをエンターテインメントを届けれたってことがすごく自分も幸せに思ってます。で、たくさんメッセージいただいて全て読まさせていただいてるんですけど、応援できて幸せでしたっていう言葉が本当に多くて、めちゃくちゃ嬉しいですし、僕も応援していただけて幸せでしたし、そう思わせれたことが本当に嬉しかったです。これからバラバラな活動になってしまうですけど、本当に一人一人も多分めちゃくちゃ頑張ると思いますので、みんなのことを応援してください。僕話すのが下手くそなので、順番とかめっちゃぐっちゃぐちゃになってると思うんですけど、思ってることは全部言っていきたいので、一言にまとめると、フェアリーの皆さん愛してます。この活動期間のことは本当にいつになっても忘れない思い出ですし、どんなことが起きてもこの思い出だけは絶対に忘れないぐらい幸せでした。本当に僕をここまで運んでくれてありがとう。次のステージでも輝き続けますので、次のスターティングラインも頑張ります。ありがとうございました。はい、高野です。まずネバーランドに対して、青木くん、マサね、あと竹。僕実はですね、ニューユニットプロジェクトみたいな、ボーイズグループを集めて何かやるっていうお話をいただいた時に、正直誰がメンバーになるっていうのは詳しく何も聞いてなかったんですよ、しかも正確な人数も聞いてなかったし、最初はなんか10人とかっていうテーマあったぐらいだから、だからどうなるんだろうなって思ってて、でこの6人、僕除いて5人に初めて会ったのが、それこそその先ほど思い出の、スポットとして紹介させていただいたスタジオなんですけど、ジャケット撮影の。で、そこで、初めて5人に会って、なんかね、言葉に表せない不思議な気持ちがあったんですよ。だって、あんまりすごい話してたっていう中ではない。まあ、竹はね、
あの話してたことはあったけど、イエイそうね、だから大して深く喋ったことがない仲間たちだったから、うん、まあそりゃ不安はあるよねっていうのもあるし、うん、でもなんかこのグループでやっていけるんだっていう漠然とした、うん、嬉しさみたいのはあったね、うん、光があったからね、漠然と胸に、そうそうそう、それこそ俺の歌詞のパートで歌詞のパートそうそう、だからそうだね、だからそのジャケット撮影の日から2019年かから2020年まで6人で肩組んで一日一日過ごしてたっていうのは、今思ったら並大抵のその覚悟じゃ歩いてこれなかったし、肩組んでこれなかったんじゃないかなって思います。それほど一つに対して全力で考えて全力で、うん、闘魂してたわけだし、魂ぶつけてたわけだし、うん、それはすごい、なんか、うん、これからの経験も活かせるぐらいネバーランドとしてやっていけてよかったなってすごく思います。でフェアリーの皆さんに向けて、そうですね、もうありがとうっていう言葉しか浮かんでこないですね。これはもう6人みんな一緒かな、うん、うん、ファンミーティングの時もね、温かい目でね、僕たちのことを見てくれてね、それなんてじゃない、もうファーストショーケースの時なんてね、僕たちトークすごい不安だったもんねだって会って間もない時にライブしてっていう感じだから、まださ、うん、泣きそうだったそうだからさ、もうあのあれここ喋っていいんだっけとかさ、そういうちょっとね、うん、たどたどしい雰囲気の中、フェアリーの皆さんが温かい目で見てくれたから、僕たちも自信ができてどん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 ね、あの個性を出していったわけだけど、そうだからフェアリーの皆さんにはすごい成長させていただいたなって思います。 CD 買ったよとか、自作でこれ作ったよとか、うん、ね、自分のね、フェアリーなんかファンの人じゃなくてもさ、うん、すごい嬉しいもんね、うん、例えばまさなみくんのこのグッズ手作りで作ったみたいなさ見るとさ、うん、すごい、うん、嬉しいよね、だってね、うん、すごい嬉しいなと思うし、本当に ありがとうございますっていう感謝の気持ちしかないです、うんうん、だからこそあの僕たちも終わりじゃないっていうね、うんうん、焚き火の時に話しましたよ、あのネバーランドという木を大きく育てたいってでもすごいこれ伝わるかなっていう、うん、ね、あごめんね、伝わんなかったらごめんなさい。でネバーランドの木あるじゃないですか、うん、枝が何本も分かれてるじゃないですか、はい、それがもし6本の枝分かれだとしたら、うん、まあ離れてるけどでも元は1本の木だから、うん、だからネバーランドっていう木はまだ生き続けるんだなって思ってますし、うん、その枝をもっと伸ばしていけるし太くもできるから、うんうんね、枝が伸びると木も太くなるから、そうそう、だから詳しいじゃあのそ意味合い的にさすが植物を知ってらっしゃるだから6人おのおのね、うん、頑張っていきたいなって思います。はい、でそして、まあ、僕一人としての意気込みですが、これからのね、うん、まあ、新しい環境で芝居やダンス歌を頑張っていきたいなって思いました。これが、正直な自分の言葉です。だからそうですね、ネバーランドの高野明じゃなくてもう高野明っていう名前になってしまうけど、肩書きになってしまうけど、でもまたゼロからじゃなくて、またどんどんこの先もその付け足しで自分の魅力を、そしてフェアリーの皆さんにいただいたこのかっこいいルックスをこれからもどん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 進化させて頑張っていきたいなと思っております。なのでこれからも6人の応援よろしくお願いします。お願いします。お願いします。みんないいこと言うな、マジで。はい、では永橋秀樹です。
まあ、ネバーランドでね、まず活動できて本当に楽しかったです。まあ、僕は、ね、まあ、この新しいグループになるか、まだこっちにその、もともといたところに残るかっていう選択肢をまず迫られて、で、僕自身ももっともっと進化したい、成長したいと思って、その、まあ、飛び込むことに、まあ、まず決めたのが、このネバーランドっていう場所だったんで、まあ、その時に、その決断をした自分にも大拍手を送りたいっす、マジ。はい。もうよくその道選んでくれたって。もうその道で選ばなかったら、こんな奇跡、何回も起きた奇跡に、ね、目にしてなかったと思うし、このいろんな景色も見れなかったと思うんで、まあ、それもすべて巡り合って、ね、すべてが繋がってることなのかなって思いました。ね、フェアリーの皆さんも本当にここまで、ついてきてくれて応援してくれて本当にありがとうございました。もう、いや本当にここまですごい、もうスタッフメンバーそのファンの方すべてひっくるめてすごいもう家族みたいだなって思ったのは初めてだし、もうね、本当にとてもフェアリーの皆さんに感謝しかないです。今後の目標は自分のまあ、やってみたいこととか、ね、やりたいことをやっぱり続けて、素直に続けていきたいなっていう気持ちがありますので、ね、これからも応援してくれたらなって思います。本当にありがとうございました。はい、北海道の歩くプリクラこと西尾幸喜です。まずはネバーランドに対しては、とにかくメンバーのいいところしかこの2年間やってきて見えてないぐらいすごいいいメンバーに出会いました。なんだろう、まあ最初と印象が違えど、あ、こいつってこんな面白かったんだとか、あ、こんなことできるんだっていうのがどんどんもうてかずっと続いてるっていうぐらい魅力があるやつが集まってできたグループなんで、この2年間で僕が得たことは本当に他のグループじゃできないと思うし、たくさん本当にいろんなことをメンバーから、そして運営さん、スタッフさんから、協力とかいろいろね、なんか僕たちでやんなきゃいけないこととかもたくさんあったけど、運営さんにも協力してもらって僕たちが活動することができました。そしてやっぱり何よりその活動ができたのはフェアリーのみんながいるのがやっぱ大前提なんで、でやっぱりみんな何よりもフェアリーの感謝は絶対に忘れてなくて、でもそのなんか最初はいろんな目標があった人たちがこうやって一つのグループになって一つの目標になって頑張れてるっていうのはすごい楽しかったし、すごい刺激的でした。でここのグループにいたからこそ、まあ、ギターも始めるきっかけになったし、何より歌、自分はダンスができないから歌でとりあえず貢献しようっていう、まあ、そういう思いもできて、多分最初の頃に比べたら上手くなったんじゃないかなって思います。やった。ありがとうございます。まあみんなも、それはテイクもなってるし、みんなもそれぞれスキルアップできてると思うから、まあまあ離れちゃうけど、もうここの2年間でスキルアップしたことは絶対に役立つから、まあ、どんなことにも、まあ音楽活動だけじゃなくて、こうやって喋ったり台本読んで喋ったりすることも、もうそれも一つの成長だから、まあ、これはぜひ生かして頑張ってほしい。まあ僕も頑張りますけど負けないぐらい、それぐらい把握し終わって、誰にも見られないところで努力してっていう僕のスタイルは負けず、頑張っていきたいと思うので、僕は今後の目標は歌をやっぱり聴いてくれる人がいる限り歌い続けたいと思ってるし、このネバーランドで
学んだことを、まあ、生かしていきたいなっていう新しい環境でっていうのを考えてるので、ぜひあの皆さんそれぞれの枝の部分、みんなそれぞれ違う方向性になってしまうんですけど、まああのすごいみんな熱いやつらなので、あの曲げないと思うので、それぞれ応援追っていただけたらなと思います。本当に感謝してます。ありがとうございます。はい、冬明人です。まずは2年間ずっと一緒に夢を追い続けてくれて本当にありがとうございます。すごいフェアリーの皆さんがいてくれたから、僕たちはネバーランドとしてこうやって活動できて、もうもしかしたら当たり前のように感じちゃってる部分もあったかもしれないけど、やっぱりこうやって考えると、もうフェアリーの皆さんがいなかったら僕たちはここまで2年間も、まあ短いようで長いようでどっちか分かんないけど活動できなかったです。本当にありがとうございました。ファーストショーケースからまあセカンドショーケースでファーストファンミーティングと、まあポンポンとあのステージの上でこのアイドルの仕事をやらせてもらって、すごくやっぱりそのなんだ、見てるフェアリーの皆さんに最初は本当になんだ気持ち届けてられてるかなとか、すごい楽しませてあげられてるかなっていうのが考えるってたんですけど、最初の方は。でももうすぐにはこの仕事楽しいな、アイドル目指してやってよかったなっていう風に思わせてくれたんで、皆さんが本当はそれに感謝です。でメンバーに対してもね、こんなまあ一番最年少でまあポンコツでまあいろいろ迷惑もかけましたが、本当に2年間すごい一緒に楽しく接してくれてありがとうございます。ポンコツじゃないよ。嬉しいです、感謝。お世話ですよ。お世話になりました。いやいやいや、そんなそう、僕も今後はそう、今後の方針は今すごいいろいろ話し合ってて考えてて、でも絶対あのフェアリーのずっと応援してく、フェアリーの皆さんが応援してくれる限りフェアリーの皆さんの前からはいなくならないんで、それは安心してください。この2年間ずっと後悔は一つもないし、まあ一つあるとしたら、もっと早く自分がもっとメンバーと馴染んで、もっとね、はっちゃけって、もうもっと自分を出していいんだって、早く気づきたかったですね。これがほんの少しの後悔。ほんの少しね。まあ、それが本当に後悔も悔いも、いや、後悔のない、あの、2年間でした。そう思わせてくれて、本当にありがとうございます。これからも、僕たちのことを応援、見ててくれると嬉しいです。本当にありがとうございました。はい、ということで6人それぞれの思いをね、今聞いていただいたんですけど、僕たちを応援してくださっている全ての方に感謝しています。これもスタッフさん含め、フェアリーの皆さん含め、メンバー含め、本当にありがとうございます。これからも僕たちのことを見守っていただけると嬉しいです。改めて本当にありがとうございます。ありがとうございます。では最後の1曲いきましょう。ネバーランドファーストシングルよりスターティングライン。Too late. 今 It's never too late.
探しだとか一人きりじゃできないと何かに気づけた瞬間は過去さえ愛しく思う未熟でもいいさこの足で立つ Oh, I can do now何度でも It's never too late 今 It's never too late to start もう一度会えるあの日の輝く光さ It's never too late 今 It's never too late to start 誰もが傷を負って立てるこの ネバーランドプレゼンツネバランオンエア。皆さん最後のラジオはねいかがでしたか。熱かったです。熱かったね。熱かった。お便りもすべて熱くて、ちょっとうるっときそうでした。全員からまとめてなんてねびっくりしたね。すごいねサプライズですね。でも頭いいよねあのお便りにして。手紙を書くっていう確かにね手紙はやっぱねしみるね、一番嬉しいさラーメンぐらいうわしみるしみすぎ例えしみるし冬の豚汁ぐらいかなあしみるねそれほど魂こもってるってそうなんですよ、朝のおしるこぐらいそれは多分通じないもうあの大丈夫ですよフェアリーの皆さんこれは、はい、もう本当にみんな心に染みてますんで通常運転はい安心してください今までお聞きいただいた全ての皆さん本当にありがとうございましたありがとうございましたはい、ここで一つお知らせです、6人でのラジオは今回で最終回になるのですが、ネバーランドとしてこれからも活動していく、僕長橋秀幸フリア明人の2人で今後もラジオ番組をやっていくことになりました、はい、やったですはい、詳細はまた追ってお知らせいたしますのでぜひお楽しみにしてくださいしてください、では最後にフェアリーの方からあのいただいたお便りをあの一通ちょっとここで紹介したいなって思ってるんですけどお願いしますぜひぜひいいですかねあの、ラジオネームいいないいなネバランっていいなさんからいただきました、はい、ありがとうございます背が強いんじゃネバーランドの皆さんネバニチワネバニチワデートの別れ際キュンとするまたねをお願いします、最終回なので本気で胸キュンをお願いしますというねあのまあお便りの内容的にネバランオンステージなんですけども、あのこの今回はこの胸キュンのまたねでお別れしたいと思います、はい、なんで皆さん本気のまたねを考えてくださいはいですかデート際の別れ際そのキュンとするまたねです大丈夫かな、はい、だからネバーランドでしたまたねで最後終わりたいなって思います、それではまたお会いしましょうお相手はせーのネバーランドでしたまたね